今日はですね、バルセロナにあるクリスマスマーケットに行きたいと思います。一人なんですけど、もうクリスマスぼっち、クリぼっちにはもう慣れたもんで、一人でもどこでも行けるようになりました。ということで行ってきます。クリスマスマーケットに着きました。ここがバルセロナ大聖堂がある場所です。めちゃめちゃかわいい。かわいい、クリスマスツリーも売られてます。かわいい、キリスト教系も売ってる。なんか飾りもありそう。かわいい。こっちは普通のアクセサリーですね。クリスマス関係なさそう、うん、クリスマス全く関係ない普通の置物が売られてます。かわいい、すごい。結構大規模でやってるみたいですね。なんかね、うんこしてるモニュメントもね、カタルーニャの文化らしいのよ。あんな感じで。なんでうんこしてるやつがクリスマスのモニュメントになるんだろう。ほんとよくわかんないな。かわいい。本当クリスマスのデコレーション全部かわいい。ちにちゃんとキャセドラルがあります。あー、かわいい。テンション上がるね、可愛くて。本当に可愛い。たくさん木の丸太のやつが売ってる。全部可愛いです。デパートのデコレーションがすごい可愛い。こっちは本当によくわかんないけど、マジででかいデコレーションが。